どうもこんにちは、まみよしです。 iPhone13 Pro 気に入りすぎて今 iPhone13 Pro で撮影してます。で、今回の動画なんですけども、こちらこれも2年以上愛用してるフロストエアっていうケースなんですけども、このフロストエアと似たようなケースが売ってたので、今回はねこちらスイッチイージーの超薄型ケース、こちらをね開封して実際にねフロストエアとどっちがいいのかっていうのをレビューしていきたいと思います。ということでやっていきましょう。今回紹介するケースがこちらスイッチイージーの 0.35mm の超薄型ケース、 iPhone13 用になってます。開けていきましょう。いきます、オープン。はい、いいね。はい、まず本体と、あ、本体だけだ、めっちゃシンプルだね。こちらが iPhone13 のケース本体になります。じゃあちょっと重さ測っていきますか。ちなみにこれが今使ってるケース、フロストエア、これと比べていきましょう。まずはじゃあフロストエアの重さから 6g で、こちらのスイッチイージーは 8g か 2g 差ですね。こっちのフロストエアの方が軽いね。で、そして比べてみた感じは、今回のスイッチイージーの方はこの電源ボタンとか、あと音量のボタンっていうのがちゃんと保護されてるタイプか、で、あとマナーモードのところのくり抜きもちょっと大きいかな。まあ一回つけてみますか。はい、じゃあ白の iPhone13 につけていきます。つけた感じはこんな感じですね。あ、ここにロゴがあるんだね。スイッチイージーのロゴがある感じで、で、電源ボタンとか音量のボタンも保護されると。で、マナーモードのところも普通に操作できるね。こっちがフロストエア、こっちがスイッチイージー。あー、電源ボタンの周りが結構ね、空いてる方がスイッチイージーっていう感じですね。まあ、精度はやっぱりフロストエアの方がいい感じかな。で、ライトニング端子のところはスイッチイージーの方がちょっと大きいかな。で、スピーカーの精度とかもそんなに大差はないかな。全然問題ないね。で、そしてカメラの部分はというと、あ、これも問題ないな。じゃあ肝心なね、ここの電源ボタンとか音量ボタンの押し心地見ていきますか。はい、じゃあ押していきます。うわっ、え、ちょっと押せてるこれ、ちょっと、え、これ、うわ、マジか、これめっちゃ押しづらい。あ、そういう感じか。なんかね、え、なんだ、普通の iPhone はこんな感じでカチッカチッっていう感じなんだけど、こちらのねスイッチイージーだと、え、なんだろうこれ、なんか押してない感じ、こう押し込んでるんだけど押せてないみたいな感じだな。すごい気持ち悪い。なんか、あ、音量ボタンは平気、音量ボタンはいい感じに押せるけど、この電源ボタンがすごい押しづらい。これなんだろう、この精度の問題なのかな。あ、え、なんかちょっと一回外してみよう。外れないんだけどこれ。外すのもフロストエアの方がちょっと外しやすいね。今これめっちゃ苦戦したけど、フロストエアはね割とこうやってすぐバコって抜ける。全体的に精度はフロストエアの方が高いかな。で、この電源ボタン何だったんだこれ。あ、なんかさ、スイッチみたいな感じになってんだ。ほら、動く。こっちも。これ裏どうなってんの。こういう時にね、iPhone13 Pro のマクロ撮影大事ですね。ちょっと iPhone13 Pro に切り替えます。今ちなみに 13mm で撮ってます。はい、今 13 Pro に切り替えました。1倍です。で、さっきの、寄れるこれ。0.5 倍にするか。お、めっちゃ寄れんじゃん。電源ボタンね、なんだろうな、これ。なんかすごいね、あ、取れる？え？取れた！え？あ、はめ込んであるだけか、これ。取れんのかこれ全部。ああ、そういう感じか。取り外せばいいんじゃない。そしたらこんな感じで全部取り外しました。これでつけてみます。これでつけたら使いやすいかもな。あー、そういう感じか。今度はあの押せない。めっちゃ力強く押せば押せるけど、これ押せないですね。こっちも押せない。超力入れればこうやってつけられるけど、これスイッチついてないとダメだな。うわぁ、微妙。ちょっと微妙か。これ戻せるかな。あ、戻せた戻せた。はめ込んである感じだ。はい、はめ込みました。元通り。で、これで iPhone にはめる。で、音量ボタン。あー、ダメだ。うん、こっちのね、音量ボタンはね、いいんだよね。普通に押しやすい。これもしかしたら個体差なのかもしれないけど、ちょっとね、変な感じはあるな。まあでも、あんまり電源ボタン押さないんだったらまあありかな。まあでもこっちがもしかしたらちゃんと押せてるから、こっちはねちょっとおかしいのかもしれないな。で、ここのねカメラの部分寄ります。あれ、やっぱりねこれマクロになる時となんない時あるね。
手動で 0.5 倍にして、うん。ああすごいね、こういう細かいところのレビューはこの iPhone 13 Pro めっちゃやりやすい。こんな感じで、切り抜き精度もまあまあいい感じですね。普通に問題なしって感じ、いい感じです。すみません、よくわかりません。ということでいかがでしたでしょうか。フロストエアとスイッチイージー、まあ値段もね1400円ぐらいとこっちが2500円とか3000円ぐらいかな、倍ぐらいの値段差はあるんですけども、やっぱりねこういったボタンの押しやすさとかっていうのは高いだけあるなと思いました。まあちょっとボタン押しにくくてもいいなら、こっちのスイッチイージーでも全然いいと思います。皆さんもね2つ使った人とかいましたらぜひコメント欄でね感想を教えてください。この電源ボタン押しづらいかも。以上、超薄型ケース2つの比較でした。はい。